ポッドキャスト福島からのスマイルちょい足し、ウェルカム、待っていたよ、心のドア開け、飛んできて、ウェルカム。函館出身のタレント、サンミュージック所属、元自衛官。またあの6月30日函館マラソンやってきますからね。福島若菜ちゃんの時間ですよ。この時間は福島若菜のスマイルちょい足しです。では今日も生電話でね、若菜ちゃんとお話ししていきます。呼んでみましょう。若菜ちゃん、はい、こんにちは、福島若菜です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。真夏のような東京でございます。今日は、あ、そうなんだ、暑いんだ、はい、高気温28度。うやうわ、いやー、ほんと朝走ったんですけど、今日、ええ、もう朝から汗だくですわい。はあ、28、もう函館で言ったら完全な真夏ですからね。真夏ですね、うん、でも天気がいいと気持ちいいなって感じで、うん、ええ、過ごしてたんですけど、週末もいろいろ生放送があったりとか、あとはね、うんうん、駅伝のリレーマラソンの大会がありまして、はい、参加してきたんですけど、い、国立競技場で開催された大会だったんですけど、い、500チーム募集してて、うん、で4時間で一体どれだけ走れるかみたいな大会だったんですよ、うんうんうん、なので4人から15人かなのチームを、うん、まあ、それぞれ組んで出場するって感じなんですけど、うん、国立競技場の中を走って、うん、で下も走れるんですよね、うんうんうん、競技場の客席の、うん、はいはい、でその下を走ってまた戻って競技場に入ってきてっていう1周 1.4 キロのコースを、ええ、まあ何周できるかっていうやつだったんですけど、はい、私は今回はメーカーさん、その協賛しているジンガーっていうメーカーさんがあるんですけど、はい、そこのチームの一員、スペシャルチームでちょっとガチで頑張ってみようみたいな感じで走ったんですけど、うん、企業の部で優勝しました。いやー、おめでとう。ちょっと待って、またファンファレ入れときますね。ありがとうございます。やりました。お食事券、グルメ券もゲットしまして、いい感じで終えることができたんですけど、うん、はい、結構そのリレーマラソンって、まあ、前もお話ししたかもしれないんですけど、全国でも流行っていて、うん、いろんなところで開催してるんですけど、こう初心者の方から、まあ、上級者の方までこう目的いろいろ本気出して走ってみたりとか、まあ、ファンなんだったりとか、うん、家族とか友達とか、あと職場の先輩後輩とか、あと初めましての人たちとかとこうチームを組んで助けをつないでいくので、うん、はい、まあ、絆が深まるなと、うん、本当に素敵なイベントだなと、うん、思っていたんですけど、うん、今回のチームも、うん、その企業チームということで結成、その日だけというか、うん、結成したので、本当に私が一番遅いみたいな、他の人みんな早いみたいな感じで、うん、おー、そうなんだ、若菜ちゃん早いんだ、みんなすごいな。いや、めちゃくちゃの実業団に最近まで所属してましたみたいな女性とか、はあ、そういう方たちで、男性もめっちゃ早い人たちだったので、結構初めましての方々もいたんですけど、うん、助けをつないだことでもうみんな仲良しですよ。かなりいいイベントだなと思いつつ、うん、ね、入ってきましたし、いろいろいただいて、うん、みんなで打ち上げして、うん、だったなっていうところで、ほう、いや、若菜ちゃん、国立競技場はさ、はい、もう何、結構使ってんの、若菜ちゃんは。国立競技場はね、何度かやっぱりリレーマラソンをやらせてもらってて、うん、そう、どう、ね、塩梅はっていうか、いや、今のさ、国立競技場なんめちゃくちゃいいですよ。本当に、なんかこんなところを走れるなんて、なんて幸せなんだろうっていう感じで、その期間によっては、そのタータンですよね、その、グランドのタータンのままの時もあるんですけど、はい、今回のリレーマラソンの時はね、うん、人工芝生を一面に引いてて、なんかね、そんな感じだったりとか、うん、客席もものすごい数ありますし、
あとお手洗いとか、もちろんすごいなんかここにトイレがあったらいいなみたいなところに本当にちょうどよくお手洗いとかがあるんですよ。これトイレって最近あれだよね。いや、あれさ、ちょっとそれるけどさ、ほらエスコンフィールド行ったじゃない？ね、自分ね、はいはいはい、男子のトイレってごっそりでも並ばないっていうかスムーズなんだよ。ねえ、かなりの人数の方がこう行ってもそう並ばないっていうかね、そう大丈夫なようにできてんだよね。すごいですよね。だから考えられてるなと思っていろいろ。国立競技場もそうなんだ。いや本当そうなんですよ。更衣室とかも広くって綺麗だし。はあ。そうで、あのアップできるところ、選手の皆さんがこう体をウォーミングアップできる場所とかも、うん、客席のお客さんの席のこう下とかについてて、ね、マジでなんか本当に最先端の競技場だなっていう感じ。あ、うん、で客席もものすごい数あるんですけど広いから、うんうん、なんかこう行ったりできるような感じだし、もうすごくいいですね。なんかこういうところでスポーツできたりとか、うん、またあのスポーツ観戦ができたら幸せだろうなみたいな、うん、あ、やっぱりね、新しくなった国立競技場は一味も二味も違うんだな。そうなんです。結構ね、あのリレーマラソンみたいなイベント、うん、とかあと記録会とか、ええ、貸し切りで開催されてるので、ええ、走ってみたいなっていう方はチャンスはあるんじゃないかな、うん、多々あるんじゃないかなっていう感じです。ああ、そうですか。いやー、よかったですよ、本当に。素晴らしい。うん、そんなね、うん、週末を先週は過ごしたんですけど、うん、今週末は明後日から長野県の方に行きまして、うん、久しぶりのトレイルの大会に、うん、まあ、50キロ参加するんですけど、うん、50キロやっぱり、うん、そう長いんですよ。フルマラソンより長いんですよ。もうあの山の50キロってめちゃくちゃやっぱり時間かかるし、普通の平地を走る多分3倍から5倍ぐらいの負荷がかかるのかなと私的には思ってるので。いや、かなりだろうね。かなりかかるよ。いや、心して、挑まないといけないなと思うので、結構あの最近は行けるところで一人で山行って走ったりしてるんですけど、ね、ぶっ飛ばすというよりはしっかりと走りきるっていう余裕を持って走って生きるっていうことを目標にちょっと参加したいなと思ってます、ええ、いや、でもこの間もメッセージ来てたよ。いや、若菜ちゃんってすごいなって、だってトレイルで何十キロも走るんですよねなんつって。そうなんですよ。いや、すごいって。先週は一人で山行って、うん、で30キロ、ええ、こう走ってきたんですけど、うん、あ、こっからあと20キロあんのかみたいな。はあ、感じでした、はあ、じゃあ大丈夫、あの熊とか大丈夫、その危険はないのね。あ、ねえ、一応熊鈴とかも必見品になってますので、うん、ねえ、そういうところは。あと熊も気をつけないといけないんですけど、うん、結構トレイルで気をつけた方がいい生き物がいて、うん、イノシシ違う、ハチ、ハチなんです。ハチ、まあ生き物っていうか虫、昆虫。ハチね、スズメバチ？そうなんですよ。スズメバチとかジバチ、はあ、が結構あのトレイルの大会中に刺されたよっていう方もいるから、ね、そこはちょっと気をつけないとなっていう、はあ、ところですよね。ハチね、そうか。そう、なんかね、あの、ハチの巣の周りを、うん、まあ、通っちゃったりすることがもちろんコースだからあるんですよ、ね、でそうなるとその先頭の人っていうよりは後からこの走る人が狙われやすいって言われてるから、ちょっとどこで蜂のスイッチが入るかとかわからないから、まだ時期的には大丈夫だとは思うけど、でもそこは注意しつつ、刺された時の対処法とか、あのポイズンリムーバーをしっかり持っていくとか、お薬をこうすぐ塗るとか、そういうところもちょっと注意していきたいなと思ってます。そうですね。いや、皆方さん、はいはいはい、え、蜂に刺されたことってありますか？いや、僕はね、うん、いや、ないないです。ないない。あれ、いや、小さいやつあるのかもしれないけど、スズメバチはないです。あ、
スズメバチもね、いろんな種類がいるんですけど、はい、あのちっちゃいやつは子供の時にあんのかな、かすかになんか蜂あんのかなと思うけど、もうほとんど記憶ないからないって言ってもいいんじゃない。もう私ね、高校生の時に1回スズメバチに刺されてるんですよ。あれなんかあれでしょ、だから2回目やるとなんか危ないとかさそうそうそう、アナフィラキシーが起こる可能性があるとかって言われてて、うん、で私1回高校生の時に刺された時、病院行って函館の、でもなんか熱も出たし、もう腕刺されたんですけど、もうね腕がなんか3倍ぐらいにパンパンに膨れ上がって、熱もって、点滴でしたよ。いやーそれは気をつけないと、かなり、いやー本当にもうなんか、本当辛いって思った記憶がすごいあって、もう絶対蜂に刺されるもんかって思いながら、まあ、過ごしてるんですけど、考えてみたら今蜂のいるところに自ら出向いてるなと思って、いやー、気をつけないとみたいな、ね、そうですよ。そう、あと人によってはね、カラスに襲われたとかつって、あ、そんな話も山でね聞いたんですけど、それはなんか、なんで襲われたのって聞いたら、その人は卵を盗んだっつってね、それは襲われるわっつって。いやそれはねちょっと、自分から仕掛けてますね、カラスの卵をね盗んだ親ガラスにねガツを襲われて、つつかれましたっていう人いました。カラスの卵を盗むってどうしようと思って盗んだんですか、育てようと思ったのかな。いやー食べれるのかなと思ったんじゃないですかね、その人はね。食べるわけねえだろうっていうか、食べれないことないだろうけど、そんなことしねえよ普通はって、いやー新しい視点からの行動ですね。決して山に入ってもね、カラスの卵があっても、はい、持って帰ってきたりとかしないでください。いや絶対攻撃されますよ、カラスって頭いいから、本当ですね、本当にすごいですよね、この前もね、まだ時間大丈夫かな、1分半いや以上ある、大丈夫だ、スーパーの前で、そのカゴに、買い物した方がちょっとスーパー その自転車のカゴに荷物を入れてたんですけど、目を離したんでしょうね。もうカラスがお肉のパックをもうつっついてめちゃくちゃ食べてました。そこでわかんすよね、カラスってね。頭いいなと思って見てましたけどね、なんか絶対ですよね、カラスにつっつかれてな食べられちゃうみたいな、買ったばっかりなのにみたいな。本当そう、映画のオーメンじゃねえんだからってね、やめてくださいね。いやもうだから山も気をつけないといけないんですけど、街中でもちょっと自然と、なんだろうな、その動物と昆虫と仲良くやっていけたらいいなと思いつつ、ですね、ちょっと注意しながらまたご報告させてください。はいはい、あとオンエア情報とかいいのかな、 SNS 見ればいいのかな。そうですね、またロケも出かける予定になってますって、はい、ぜひご覧ください。あと一言ぐらい函館のファンの方にお願いします。はい、函館マラソンがいよいよ開催してるということで、マラソンの準備もしつつ、向かいますので、マラソン走られる方と、あと走らない方、応援来てくださる方、ぜひ気軽に声かけてください。お願いします。はい、じゃあまた引き続きお仕事頑張ってきてください。ありがとうございます。はい。じゃあまた来週よろしくお願いします。はい、福島あかなでした。はい、福島あかなスマイルちょい足しでした。See you in the next episode.